何でも好きなものが入れられる魔法の壺を作ってみましょう。ここでは黒い四つ切り画用紙を4分の1に切って使っていますが、どんな大きさでも作ることができます。同じ大きさのパステルカラーの色画用紙の中から壺の中に入れたいもののイメージに合う色を選んだら、それぞれ半分に折ります。次に壺全体の形を決めます。参考にする方が必要な場合は説明欄の URL からダウンロードしてお使いください。壺の半分の形をパステルの画用紙に鉛筆で描きます。この時画用紙いっぱいに描くようにしましょう。パステルの紙に名前を書いておきます。折り目を合わせて黒い画用紙を重ねたら、ずれないよう切るところ 2,3 箇所をホッチキスで留めます。鉛筆の線に沿って切り取り、開くと壺の形ができています。取っ手付きの壺のように穴が開いている場合は、外側から切り込みを入れるとカッターナイフを使うよりずっと簡単に切り取ることができます。パステルの画用紙は裏から貼り付けた時はみ出さないように縁を3から5ミリ切り取り、黒い画用紙に重ねて色鉛筆で貼り付ける時の目印をつけておきます。今度は黒い画用紙に色鉛筆で切り取りたい模様を書き込んでいきます。縁に1センチくらい黒い線が残るよう内側に線を書いておきます。まっすぐな線や曲線、ギザギザの線を組み合わせて書いていきます。切り取るところは色を塗るか斜線を引いておくとよくわかります。切り取る部分同士の間は1センチくらい空けておくといいでしょう。切っている間に開いてしまわないようにホッチキスで 1,2 箇所留めておきます。そして留めていないところから切り取っていきます。最後にホッチキスで留めているところを切り落とし、開いてパステルの画用紙に重ねてみましょう。2,3 色の色画用紙を使って色を足してみましょう。イメージに合う色を選んだら、色を足したい場所を決め、色画用紙に黒い画用紙を重ねて枠に沿って鉛筆で印を入れます。のりしろを5ミリほど残して切り取り、裏側から貼り付けます。色鉛筆の線が見える方が裏です。色画用紙も鉛筆の線が見えるように貼ります。左右対称なので2枚重ねで作ることもできます。全体に糊をつけたら、壺型に切ったパステルの画用紙を名前が内側に来るように折り返し、初めにつけた印に合わせて貼ります。開いて全体を貼り合わせれば完成です。イメージに合わせて形や色を選び、自分だけの壺を作ってみましょう。さらにイメージを膨らませて細かい模様を描くのも面白いです。